国、会社製 T50i ゴールデンイーグルが、インドネシア空軍で、訓練中に、墜落との情報をキャッチしました。今回は、この T50i 墜落の状況を詳しく見ていきます。インドネシア空軍で、2回目との話、世界では、5回目、何か異常な気がする。2022年7月18日の午後、インドネシアの東ジャワ州、イスワジュディ空軍基地から、夜間の訓練に離陸した同国空軍所属の T50i ゴールデンイーグル1機が、墜落事故に見舞われ、搭乗者1名が落命したと報じられた。インドネシア空軍によれば、当該の T50i ゴールデンイーグル1機は、離陸後約1時間ほどで、この事故に至ったとされ、飛行は、夜間の劇訓練を行う目的だった模様で、今後、詳細な事故原因の解明に着手する予定とされている。今回の T50i ゴールデンイーグル1機の墜落事故の発生を受けて、インドネシア空軍は、総数で残り14機を保有する同機の飛行と運用を一時的に停止しており、7月22日の時点でも調査が行われている状況である。インドネシア空軍では、この事故の原因について、操縦者の人為的な操作ミス、機体そのものの欠陥、機体の維持管理上の問題、当日の天候等の飛行環境等々、様々な可能性が考えられると、現時点ではコメントしている。実は、7年前の2015年12月にも、インドネシア空軍では、T50i ゴールデンイーグル1機が、記念行事のアクロバット飛行中に墜落する事故が発生しており、この時には、搭乗者2名が落命する、痛ましい事態となった過去がある。この時の T50i ゴールデンイーグルは、アクロバット飛行に参加したうちの1機であり、離陸した空港にほど近い住宅街に墜落したが、幸いにして、その住宅街での人的な犠牲はなく、その意味では、二次被害は起こらずに済んだ。当日、この墜落事故を目撃した人々の言によれば、当該の T50i ゴールデンイーグル1機は、突如として、空中で制御を乱し、住宅街へと墜落してしまったと語られており、緊急脱出を試みる、時間的な余裕もなかったことが伺える。この2015年の T50i ゴールデンイーグル1機の墜落事故に関しても、完全な原因究明がなされたとは言い難いように見えるが、インドネシア空軍では、今回2022年7月の事故との相関関係は、ないとの立場を堅持しているようだ。今回の T50i ゴールデンイーグル1機の不幸な事故の発生を受けて、同機の生産国である韓国のインターネット上では、運用者であるインドネシア空軍の管理体制の不備を指摘する声が数多く散見される状態となっている。これらは、おおむね製造元である韓国の、海、韓国航空宇宙産業社から、インドネシア空軍に、総数16機の T50i ゴールデンイーグルが引き渡された時点から、今年2022年で8年という期間が経過していることをポイントに挙げている。それを踏まえた上で、その期間の長さを考慮した場合に、今回の墜落事故は、インドネシア空軍の管理、維持等のメンテナンス体制に不備があったと推察する意見が多く、機体そのものの異常は否定するものが多数を占めている。また、当該の T50i ゴールデンイーグルに搭乗していた操縦者の練り度や操縦技能について疑義を呈する意見も見られ、インドネシア空軍という組織の操縦者自体に事故の発生が起因していると考える意見も多々あるようだ。もっとも、今回の T50i ゴールデンイーグルの墜落事故を悪意を持って捉えた意見としては、事故の翌日の19日に同じ韓国の海、韓国航空宇宙産業社製の国産の新型戦闘機 KF-21 ポラメが初飛行したことに、
関連付けたもののある。いわく、韓国とインドネシアとは、この KF-21 ポラメの契約をめぐっても、二転三転、紆余曲折があり、ようやく、当初の契約に立ち返りつつあるものの、その今後の交渉での主導権を欲したインドネシア側が、今回の墜落事故を画策したというものだ。確かに、KF-21 ポラメの契約についてのインドネシア側の動きは、お世辞にも、契約という概念を考えた場合に褒められたものではなかったと思えるが、政情不安を抱える発展途上国に対して取引を行うリスクは、韓国も踏まえておくべきだったのではないだろうか。こうした韓国側のインターネット上の反応とは真逆に、当然といえば当然ではあるが、日本では、海、韓国航空宇宙産業社製の T50i ゴールデンイーグルという、機体そのものの信頼性に疑問を投げかける意見が多数見受けられる。そこでは、これまでに、総数で200機ほどが生産されている T50i ゴールデンイーグルだが、インドネシアでの2件に加えて、他にも3件の墜落事故が発生しており、実に、その発生率は 2.5% もの高い数値だと揶揄されている。これらの意見は、総じて、韓国製の製品は、こうした航空機に止まらず、重火器、潜水艦等様々な軍用装備に不備が見られるほか、スマートフォンや携帯端末等の民生品の分野でも発火事故が相次ぐなど、信頼性の低さを指摘している。中には T50i ゴールデンイーグルを導入したインドネシアについて、韓国製品の被害者だと語る向きや、そもそも、動機自体を安価であることを理由に調達に踏み切ったことが大きな判断ミスだと主張する声もあるようだが、それはどうだろうか。T50i ゴールデンイーグルの価格は、2020年2月時点で、1機あたりおよそ2000万ドルから2500万ドルと推定されており、これは、同機が単発、エンジンながら、F-A18 ホーネット用の GE 社製 F404GE102 ターボファンエンジンを搭載しているためとも言われている。この強力な GE 社製 F404GE102 ターボファンエンジンのおかげで、T50i ゴールデンイーグルは、アフターバーナー使用時には、最高速度が、マッハ 1.5 にも到達する性能を有しており、練習機として見た場合には、決して安価とは言い難い。T50i ゴールデンイーグルは、韓国空軍が、ロッキード・マーチン社の KF-16 を導入を決め、海、韓国航空宇宙産業社でライセンス生産することのバーターとして、その技術供与を受けて開発されたという経緯を持っている。その経緯から T50i ゴールデンイーグルの海外販路の開拓には、ロッキード・マーチン社と、海、韓国航空宇宙産業社が、共同でこれに当たっており、F-16 ファイティングファルコンとの親和性が高いことをセールスポイントとしている。ロッキード・マーチン社は、F-16 ファイティングファルコンは、言うに及ばず、いわゆる第5世代戦闘機では、西側諸国が唯一調達可能である F-35 ライトニングにを有し、その市場をほぼ独占している感があるが、練習機の分野も、同様とは言い難い。世界的な練習機の市場では、ボーイング社が開発中の T-7 が有力視されており、2018年9月に行われたアメリカ空軍の APT 高等練習機事業では、T-50 を抑えて落札を勝ち取るなど、今後のさらなる拡販が見込まれている。アメリカ空軍の APT 高等練習機事業では、総数351機の機体と、46機のシミュレーターが対象だったが、T50 側は約163億ドル、T7 側は約92億ドルで入札しており、後者が 40% も安価な額を提示し落札している。機体として見た場合に前日のように、T50 の最高速度は、マッハで
1.5T7 は同 1.04 であり、最大時の離陸重量も T50 は 12.3 トン、T7 は 5.5 トンと、使用上のスペックには差があるものの、練習機としてのアドバンテージは認められなかったと言える。